バリー・クラーク・バリッシュは、アメリカ合衆国の実験物理学者。カリフォルニア工科大学名誉教授、リンド・プロフェッサー・オブ・フィジクス。重力波研究の第一人者である。2017年、キップ・ソーン、レーナー・ワイスと共に、リゴ検出器及び重力波の観測への決定的な貢献が認められ、ノーベル物理学賞を受賞した。ネブラスカ州オマハで、母 父親、ハロルドの子として生まれた。彼の両親の家族は、現在のベラルーシにあたるポーランドからのユダヤ人、移民である。彼は、カリフォルニア南部で育ち、ロサンゼルスの高校に通った。カリフォルニア大学バークレー校で、物理学学士と実験的高エネルギー物理学の PhD を取得した。1963年、国立研究所で、 フロンティア粒子加速器を使用した粒子物理学の新しい実験の一環としてカルテックに参加した。1980年代磁気探極子と呼ばれるエキゾチック粒子と貫通してくる宇宙船の研究を行うイタリアの洞窟にあったグランサッソ国立研究所の EN モノポールアストロフィジックスコズミックレイオブザーブトリーを監督した。1990年代初頭には 超電導超大型加速器のジェム検出器計画の最前線で広報担当をしていた。1991年、カルテックでマキシン・アンド・ロナルド・リンド・プロフェッサー・オブ・フィジックに任命された。1994年、レーザー干渉系重力波観測処理後の主任研究員となり、1997年にはディレクターとなった。2001年から2002年まで、 アメリカのための長期計画を立てた高エネルギー、物理学諮問委員会のサブ委員会の共同議長を務めた。2005から2013年まで超高エネルギー電子、陽電子の衝突実験用粒子加速装置計画、国際リニアコライダー設計のための組織グローバル、デザインエフォートのディレクターを務めた。ノーベル賞の他にも以下を含む著名な賞を数多く受賞し、 数多くの栄養を受けている。ありがとうございます。